ほらどうですか、さっきのこの余白なくなりましたね。チェキチェキ、こんにちは。表参道ヘアアーティスト、あやまるです。今回はじゃーん、こんな風に生え際の割れ目を直す方法を紹介していきます。髪の毛をこうやって耳にかけたり結んでアレンジしたりすると、どうしてもここ割れちゃうって方いるんじゃないですか。私のお客様でもね、結構この悩み抱えてる方たくさんいて、もうみんな今この分け目直してる方多いです。前髪の範囲狭くしようとして、まあ、こういう風におはげちゃんが出てきてしまったりとか、まあ、年齢を重ねるごとにちょっと前髪が薄くなって割れやすくなっちゃってるなって方もいると思います。こんな風にここが割れてると、なんかおはげちゃんの人に見えたり、こうやって横向いた時にちょっとなんか恥ずかしいですよね。前から見た時もなんか不自然に見えますよね。そこで今回はこの割れ目を直す方法をアレンジのバージョンとカットするバージョン2つ紹介していくので、ぜひ参考にしてください。それでは説明していきます。まずこの割れ目があるとなんで良くないかっていうと、こうやって縛った時に前から見た時に地肌見えますよね。横から見た時も顔の輪郭の部分全部見えちゃってるので、そうすると顔がすごい大きく見えるんです。たまに髪を結ぶと顔が大きく見えちゃうから嫌だっていう方いると思うんですけど、そういった方はもしかしたら前髪のこの横の部分の分け目が原因なんじゃないかなって思います。この部分がちょっとこうやって隠れるだけで、ほら指で隠しただけでも全然顔の大きさ違って見えません？ここの地肌の面積がなくなるだけで一気に小顔に見えるんです。じゃあどうやって隠していくのかっていうと、まずはアレンジの方から説明していきます。まずは髪の毛を後ろで持ちます。まだこの時ゴムで留めないでくださいね。もう手で持ってるだけです。この状態でおはげちゃん部分の髪の毛を少し下に出します。こういう感じ。ほら、そうするとまずこのパックリ分け目なくなりましたね。これだけで右左の印象全然変わってきませんか？で、こうやって下ろした時に出てくる長い髪の毛は遅れ毛として巻いてあげれば全然気にならないですよね。これも普段遅れ毛を出す時と同じで、縛ってから出そうとすると出しすぎてしまった時に修正するのが、ゴムを外してってまた結んでってやるのがめんどくさいので、結ぶ前にこうやって出すようにしてくださいね。では反対側も出していきます。このおはげちゃん部分の髪の毛を下ろす、この範囲の髪の毛を下ろす、こんな感じ。ほら、最初と比べたら全然違いません？パーンって顔が出てたのがなくなりましたね。これだけですごい小顔効果があるし、若々しい感じにもなるし、逆に大人っぽくもなるので、めちゃくちゃおすすめです。で、この髪の毛を実際どのくらい出せばいいのっていうお話なんですが、最初は本当にちょっとでいいです。もうちょっとずつ細かく細かく髪の毛出していって、あ、まだ足りないな、もうちょっと出そうかなみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ出していくといいかなと思います。ちょっとずつ出していきながら自分に合う量を自分で見つけていったらいいんじゃないかなと思います。絶対にこの量ですっていうのはなくて、ただシンプルに出す部分はこのおはげちゃんの顔周りの髪の毛、それだけです。量は自分の好みで見つけていってください。あと、元々の前髪の量もあると思うので、前髪がすごい薄いのに横だけすごいたくさん出しちゃったらちょっとバランス悪くなっちゃうので、この前髪の量に合わせるといいかな。ちょっとずつちょっとずつ出して、あ、もういいんじゃないかなっていうところでストップ。自分に合う量を探してみてください。はい、そしたら次は、今はこうやっておはげちゃんを隠して遅れ毛みたいな髪の毛を出すっていうやり方でやったんですけど、こういう長い髪の毛が降りてると職場で怒られちゃうとか、遅れ毛一切出さない方法でこのおはげちゃんを埋めたいっていう方は、カットをしてこのおはげちゃんを隠す方法がいいんじゃないかなと思います。はい、こうやって今の状態だとね、しっかりおはげちゃんになってますね。これを埋めるために前髪を後ろからこうやってがっつり持ってきて、前髪を分厚くして隠すっていうのだと、薄い前髪がいいっていう方だったら、おはげちゃんを隠すために前髪厚くするのなんかやだなとか、重たい感じに見えちゃうからそれはやだなって方もいると思います。前髪を薄い状態のままこのおはげちゃんを隠したいっていう場合は、今こうやって前髪があると思うんですが、この両端の部分の髪の毛をだいたい生え際から2センチぐらいの幅、このくらいですね、こんな風にスーッと下ろします。ちょうどこめかみの部分に出っ張ってる生え方してる髪の毛があると思うんですけど、ここが隠れるぐらいまで髪の毛をこんな風に出します。この三角ゾーンプラス横の部分、こういう形になります。反対も一緒、三角ゾーンのこの横の生え際から 1,2 センチぐらいの髪の毛をスッと出します。
こういう感じ。だいたいこのもみあげのとこに出っ張って生えてる部分があるので、そこが隠れるぐらい、こんな感じです。それ以外の髪の毛は止めておきます。はい、今こんな感じです。三角ゾーンからの滑り台って感じですね。で、あとはこの長いところの部分を斜めにカットするだけです。この真ん中の長さは私は変えたくないので、もともとある前髪の長さからつながるように斜めに切っていきます。切り方はシンプルに、下ろしてあげている状態で、この短い部分もありますね、ここから斜め下にこう切っていく。この時顔を切らないように気をつけてくださいね。もうそのまま顔に沿わせてこう切っちゃう、斜め下に。最初にやった前髪から綺麗につながるように。そうするとほら、前髪が重くならずおはげちゃん隠れますね。ほら、前から見た時もさっきと違いません？反対も一緒。まっすぐ溶かした状態で髪の毛を下に下ろしたら、この元々の短い前髪ありますね、ここから斜め下に向かって切りたいので、このまま顔に沿わせた状態で切る。この時顔を切らないように気をつけてくださいね。そうするとほら、どうですか、さっきのこの余白なくなりましたね。ちょっとこの部分の髪の毛を切るだけでおはげちゃんなくなります。で、縛ってもさっきみたいに長い髪の毛は出てないのに、このおはげも隠せる。これだったら本当に職場で遅れ毛 NG っていう方でも大丈夫なんじゃないかなと思います。割れ目も隠せて重い感じもないですよね。ただこのやり方って本当に失敗するとパーンっておかっぱみたいになっちゃうので、セルフで切る前はかなり注意しながらちょっとずつやっていってください。ある程度この横の部分は長さがあった方が可愛いので、一気にこうやってパーンって短くしちゃうと取り返しのつかないことになってしまうので、徐々に徐々にちょっと長めから攻めていくといいかなと思います。本来の長さよりもちょっと長めに切っておいて、ちょっとずつ調節していくっていうやり方がベストかなと思います。どうしても不安な方はこの動画を美容師さんに見せて、こんな感じでやってくださいっていうか、もしくは耳かけた時に前髪と横の髪の毛の間がパックリ割れちゃうので、これをどうにかしてください、ちょっと薄く前髪作っておはげちゃん隠せるようにしてくださいってお伝えすればきっと対応してくれるはずなので、ぜひ参考にしてください。はい、以上がこの生え際のパックリおはげちゃんを隠す方法の紹介でした。皆さんもこの割れ目に悩んでいたら、この動画を参考にしていただけたら嬉しいです。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるので、たくさんコメントお待ちしております。そしてあやまるビヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。